ここから一本道だから会長はこの先にいるはず。でもこの様子じゃ追いつくには飛ぶしかなさそうだね。なんかトマトかぶってない僕のやつ違う？おい下に敵がたくさんいるぞ。飛んだら攻撃されないか？うん先にそうだた飛びながら敵を倒す。じゃあ3つ目元のテストもこんなんなのか？旅人のために作った特別テストだよ。あんたはモンドを救ったヒーローだからね。旅人どうかな？うん必ず合格。いい答えだね。多分ねリンクがやってた空中で弓を打つやつだろう。じゃあ飛ぼう。旅人すべての敵を倒してね。会長と飛行免許はこの先だよ。飛行状態をキープしたまま敵の攻撃を回避して爆弾が投擲できます。こう。爆弾あるこれはひどい。やったか。結構残ってんだよね。どんだけ爆弾持ってんねん。やったか。これも壊すよ。やったぜ。ダッシュ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 。さらに登る。上から行くぞ。気をつけろ。えげつね。えげつねよ。泣いてる子もいるんですよ。もっと高く。ここか。思ったよりね、誘導してくれるな。爆発流。あーばよー。よーし。やった。クリア。飛び切ったね。あんたならできると思ってたよ。あとは会長を捕まえるだけ。さあ先に進もう。あ、冒険者ランク9になってる。その間にか。あ、こいついいとこに残ってんじゃねえ。この音楽聴いてるとさ、ゼルダのクリアの時の音楽も一緒に聞こえてくるんだけど、ドゥ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 って証しあげちゃう。お、初めてのジャガイモじゃないよ。ガジャイモー。今のさ、遠距離攻撃持ってきてなかったら先進めないんじゃない？大丈夫か。ああ、アンバー強制的に入れられてる。そういうことか。あれって思ったんだけど、強制的に入ってる。じゃあ積むことはない。これってさ、やっぱりゼルダの祠だよね。完璧に。頼んだわよ。はっ
爆発せえ。と雷なんかの線がある。電源を攻撃するとアンロック。微調整ができません。雷で攻撃しなきゃいけない。あ、そっちじゃなくてこっちか。両手剣最高。なんかいろいろ消えなかった。あ、またいる。会長はよくこんなとこ逃げたね。もう爆発してくると言わんばかりのものだ。本当にしぶといんだから。別にね、落ちても死んでるわけじゃないんだ。お、銃が見えてきたね。降りてこいよ。来いよベネット、銃なんか捨ててかかってこいよ。やっぱね、罰ボタンがつい回避だと思っちゃうね。何のゲームと勘違いしてるんだろうね。まあ罰が回避のゲームは多いから。あ、風スライムさんか。風スライムを持って飛ぶ。違う、これ3面じゃないか。スライムがいるね。あれ？できる？わかんない。ついてこれるかな？おとりだ。3匹同時に倒すとか。ここ登れねえ。手前のやつぶっ殺すか。シールド張ってる。もうダメだぞ。じゃあちょっとね、行きますか。ん？何もしてないけど死んでない。真ん中で。普通に全部倒すだけだった。
ドドンマイ。わかる人には。距離攻撃頼んだわよ。楽勝、楽勝だぜ。本当に楽勝だった。宝箱を開けるだけで銃もらえる。俺は騙されへんで。どうせ横に宝箱が隠れとんやろ。俺は騙されまへんで。ああ、騙されたわ。だいぶ前じゃねえか。しかも逆立ち。あ、まあ、大丈夫だ。ドラゴンボールで蘇る。終わってる、終わってる。ここには騙されたね。いや、もう終わりだな。やっぱないか、うん、何にもない。正面から行けば問題ない。こんな感じいけそうだもんね。騙されたわ。加速、加速。先は行き止まりみたいだね。あいつどこに隠れてるんだろう。アンバ、あそこだ。いたか。あ、いた。やはり来たか。あんたが会長、もう逃げられないよ。逃げなくとも、お前はここまで来られないだろう。確かに高い。それに遠い。さあどうしよう。小娘、今から戻って団長でも呼んできたらどうだ。そしたら降参するかもな。セピロス騎士団を挑発してるつもり？今すぐ飛び越えて捕まえてやる。マリオを観察しよう。あ、そうだね。どっちが教官か分かったもんじゃねえぜ。このまま飛んでいけたら。けど会長はどうやって行ったんだ？私が見たところそんな装置は見当たらないよ。それに装置を設置できそうな壁もないし。さらばだ小娘。なあ、あいつ逃げる気だぞ。迷ってる暇なんてないのに。でも飛ぶ以外にここを越える方法なんて。けどパイモン、お前飛んでるんだから行ってこいよ。心配しないで。私はモンドの飛行チャンピオンだよ。あの会長にできて私にできないはずがない。おい偵察騎士、死にたいなら風の翼なしでモンドの風神像から飛び降りた方がお前らしいぞ。煽りおるわ。運営に報告しようぜ。なあ、飛行以外に答えはないってこいつも分かってるみたいだ。旅人、私が間違えて渡した本覚えてる？あ、勇気が必要だってやつだ。最初の鳥は飛べなかった。鳥たちが勇気を振り絞ったから飛べた。私の答えを見ていて。頑張れ偵察騎士。うん、あいつに偵察騎士の勇気を見せてやる。おい、バカな真似はやめろ。おとなしく帰れ小娘。
どうして？インディージョーンズみたいな、ね。よく聞いてみてよ。周囲から聞こえてくるささやきを。飛べる。風はそう言ってるよ。崖を飛び越える。実は道があるってやつでしょ。知知ってる。普通に飛び込むだけでいいんだ。この辺から風が、この辺から風がブーンって、ブーンって、ブーンって。風、雰囲気だ。飛んだ。アンバーが飛んだぞ。やったぜ。怖いもの知らずや。ここに雰囲気がある。気づいて飛び降りた。あ、結構いっぱいいる。風は勇気ある人に加護を与えるんだよ。諦めて捕まりなさい。間違えたら。今のお店は安心できます。チャンスだ。まずは周りからだ。やべ、固まる。あとはお前だけだぜ。まだいた。画面はじめ。これはどう？リロードを押すと。よし、じゃあとどめは。なんでお前まだ生きてんのかよ。はい。実験の相手を間違えた。ヘッドショット。逃げられてんじゃねえか。会長を捕まえたね。捕まえた。今逃げたけど明らかに。実は空中からしかあの雰囲気が見えない仕掛けだったの。会長が逃げた先はもう行き止まりだった。だから会長がここから脱出するには引き返すほかなかったんだよ。ああ、だからオイラたちを諦めさせようとあんなこと言ってたのか。まあそう簡単に騙されたりしないけどな。旅人の言葉のおかげだよ。これこそ不可能を排除し、最後に残ったものがいかに奇妙であってもそれが真実ってやつだね。とにかく飛行っていうのはね、 7% の技術と 3% の勘、残った 90% が全て勇気なんだ。勇気の率が高いな。さっきのアンバーは勇気が 99% だったけどな。足りないパーセントは勇気で補えばいいっていう名台詞もあるからね。なんか私が初めて飛行テストを受けた時みたい。すごく緊張したけど最後は無事免許を取れた。それからのテストはそういった緊張感が全然なかったから、なんだか物足りなかったんだよね。またアンバーって飛行免許を持ってるんだろ。それ以外に何のテストを受けたんだ。それはモンド城内って飛べないエリアとか着陸禁止エリアとかが多くて、せっかく手に入れた飛行免許もすぐ取り上げられちゃってたから免停15回、全部で15回くらい受けたかな。免停ってか免許取り消しだよな。でもいつも一発合格だったよ。やっぱり私の本は最高の指南書だね。旅人、時間があったらジンにちゃんとした飛行指南をしてもらおう。じゃあ会長をモンドに送るから先に戻ってるね。モンドに戻ったら大聖堂に来てね。飛行免許はそこで渡すから。やったぜ。もう行っちゃった。さすが偵察騎士、早いな。帰るルートがこっちも。モンドの大聖堂に戻ろう。あったあった。984秒後、飛行免許取得の道はなかなか手強いな。クリアすると経験値のスクロールがもらえる、ね、やったぜ。大英雄の経験、秀夫だ。大秀夫、大秀夫。さあ戻ってきた。次の目的地さんは大聖堂。まあ飛んだ方が早いよね。結局ここだ。さあ飛行免許をいただきに行くぞ。
もうちょっと加速できたらな。まあスタミナはねどんどん増えていくみたいだからね。ん、中か。何かお困りですか。到着。アンバーでいいんだよね。ビクトリア。こんな胸元出したシスターがいるわけねえだろ。あなたから罪の気配を感じる。懺悔室でしょうね。何言ってんのかわかんねえや。なんかもらった。結構レアなのもらった。血染めの騎士のコップ。太ましい。この人太ましいよね。ちょっとリリーは娘さん。おっかさんだ。でリリーって誰。風の導くままに。しゃべったー。子供は聞かない方がいいぞ。聞いちゃダメ。パパ、ママは何言ってるのって。バルバドスは誰、すごいのと。偉大な風の神様だよと。バルバドスの悪口言ってるよと。ファデューおじさん、ファデューおじさん、誰だい。お父さん、お母さん、なんか言うか。うん、お前たちの普通の者の市民が簡単に想像できるもんじゃねえぞ。ジャガンさえあれば。くっ、沈まれ俺のジャガンを。ジャガンの力をなめるなよ。キエはそんなこと言わない。いや、言う。おめでとう。これが飛行免許だよ。これからはモンド内を自由に飛べるからね。まあ別にあろうがなかろうが自由に飛ぶけどね。まあ、あんたの飛行技術は完璧だから予想通りかな。そうだ、次の飛行大会にはあんたもエントリーしておくから。そういうのもあるのか。私のスピードについてこれる人がいなくて退屈だったの。いいよ、勝たせてもらうよ。へえ、言ってくれるね。じゃあ私に負けるまで合法的に自由に楽しく飛んでね。飛行規則は守るんだよ。免許停止なんてダメだからね。お前言う。アンバーに言われても説得力がないよな。よし、達成。さあどれだけ続くって書いてる。結構メリットもらえたね。もう一個ぐらいこのレベルのクエストをクリアしたら10になれそうだ。伸びる。さあ次は何に行こうかな。